バブル真っ只中、1990年入社、福島中央テレビのアナウンサー徳光正秀です。ダイヤモンドとアナウンサーは面が多いほどより輝く。箱根のランナーは1秒を削り出せと言われますけれども、私は1面でも多くこの年になっても削り出そうと思っています。今日はよろしくお願いします。誕生日は1967年2月18日です。あ、ちょうどイタリアが生んだサッカー界の至宝ロベルト・バジオと生年月日が全く同じです。じゃあ徳光さんもサッカー得意？見る専門です。運動神経はもうロベルト・バジオ様にお譲りいたしました。どんな子供だった？いやもうね、外で遊ぶのがあんまり好きじゃない、もう体を動かすのがね苦手なんですよ。運動音痴なので、だからもうどっちかというと家にこもってることが多かったですね。体を動かす方は苦手でしたけれども、例えば幼稚園のお遊戯会では進行役をやったりして、台本は全部頭に入れて人前でベラベラ喋れるくらいだったんですよね。あの才能はどこへ行っちゃったのかな千葉に置いてきちゃったかもしれません。小さい頃の将来の夢は？かっこいいという理由でパイロットに最初はなりたかったんですが、その後乗り物好きでバスの運転手、それから小学校の先生、小説家、中学に行って中学校の先生、高校に行って中学か高校の先生になりたいなと思っていました。なので大学で教員免許を取りまして、中高の英語の教員免許を持っています。そこからどうしてアナウンサー？大学に入るまではどうしても教員になりたかったので、やっぱり教員ならば人前で分かるように話せるようになりたいなと思って放送系のサークルの門を叩いたんですね。そしたらそっちの方が面白くなっちゃって、で今アナウンサーやってます。出身はどこ？千葉県の千葉市です。23年間ずっと千葉暮らしですね。で就職で福島中央テレビに入って福島県郡山市に移り住んで、もう30年以上になりました。ですから私を育ててくれたのは、社会人になる前の私を育てたのは23年の千葉県で、社会人になってからの私を育てていただいたのは福島県の皆さんで30年以上ということで、もうふるさともほぼ福島と千葉同じウェイトぐらいですね。あのビッグアイが新幹線で見えてくると、ああ帰ってきたなっていう感じがしますもんね。福島のいいところは？やっぱりね、食べ物が美味しい、空気が美味しい、自然が綺麗、いいところですよ。そして何と言ってもお酒が美味しいので、良いところ、いいところであり良いところですね。福島の県民性ってどんな感じだと思う？話好きで面白いですよね。もちろん温かいですけれども、まあ、なんでかなって考えてみたんですけど、やっぱり福島県って農業が中心の県なので、例えばこう農作業ね、稲刈りだとか田植え一緒にやったりとか、あるいはかやぶきの屋根を吹き替えるのに集落みんなでこう集まってやってたりするじゃないですか。ああいうことを考えると、こう地域地域のつながりがすごく強い場所だと思うんですね。ここの福島県の地域性って、話をするのが好きで、そういう時間をいかに楽しく過ごすかっていう文化がこう根付いてきたんじゃないかなと思うんですね。そういう意味では福島県の人って本当に普通に普段喋ってる方々、いや面白いし楽しいし笑えますよね。趣味は？美しいものを鑑賞することですかね。美しいものって？それはもう美しい景色、美しい絵画、美しい音楽、そして美しい生き物ってことは人も入るかななんていう感じですね。特技は？フラダンスでーす。レッツダンシング。ウルパラクア。タッタッタンタン。カウラナマイネイ。アオウルパラクア。エイネキネキヤヒヤヒ。カホメアオパニホロ。カホメアオパニホロ。カホメアオパニホロタララッタン。カウボーイの歌でした。好きな仕事は？有事の速報や実況系の仕事です。理由は？やはり時々刻々と変わっていく様子を伝えていく、知りたいことを
その場その場で対応して伝えていく、それが楽しいからですね。実況系の仕事に関してもやっぱりその場で起こっていることを描写していく、自分の適した言葉が出てくる、それが感動を呼ぶ、はあ、やりがいがありますね、うん。仕事の経歴教えて。 MC で言うと2年目の時にプラスワン土曜ワイドという土曜日の50分間の番組の MC、 それからその後郡山市内からフライパンが消えたというあの伝説の番組輝いて土曜日、さらには知られざる MC 歴ですけれども、一番最初のゴジテレシャトルの初代 MC、 さらにはゴジテレ中の MC など、さまざま歴代の夕方のワイド番組をやってきたと思います。福島の朝にズームインということで、今放送されている ZIP の前がズームインスーパー、その前のズームイン朝の頃から私13年3ヶ月福島の朝を全国に届けてまいりました。他の仕事は？スポーツの実況なども担当してきました。高校サッカーですとか野球、それから陸上、剣道、水泳、スケートなどをやってましたね。スポーツ実況の魅力は？なんといっても、あの努力しているあのパフォーマンスを見せる前にドラマがあるということですね。例えば同じ試合を映していても試合の映像はそう変わらないと思うんですが、実況によって中身が変わってくると思うんですね。例えば今プレーした選手は3ヶ月前まで骨折していましたとか、そういう裏の情報が入ることによってその人のドラマが生まれ、見ている人は感情移入しやすくなると思うんですね。そういったことを掘り下げながら伝えていく、そして実況でゴールシーンだったり、あるいは得点の入ったシーンのあの盛り上がり、あの言葉をどれをチョイスするかによって聞く方の気持ちも変わってくると思うんですね。その時に自分が、ああこの言葉選んでよかったなみたいないい表現が浮かんで出てくると、これはサッカー実況あるいはスポーツ実況冥利につきますね。運動音痴なのに実況？パフォーマンスするのと喋るのとでは全然違うんですね。使う筋肉も能力も、ですからパフォーマンスはできませんよ、できませんけれども、見て喋ることはね、ここら辺の筋肉とかね、神経系だけはね比較的ね発達してると思うんですよ、ですからね、スポーツ音痴ですけれども、スポーツを喋る方は音痴にならなければいいなと思って毎回精進してますよ。一番やりがいのあった仕事は？やはり2011年の東日本大震災と福島第一原発事故を伝えたこと、そしてその後の復興を一緒に県民と歩んできたことではないでしょうかね。あの震災が起きた当時はやはり何度も余震が来たりして、その状況をいかに皆さんに落ち着いてもらうかということを伝えてきました。でその後は原発事故が起きてしまったために放射性物質が福島県内に落ちてきました。それに対して福島県民はどう生活していけばいいのか一緒に悩んだり、文部科学省の官僚に来てもらって質問をぶつけたり、あるいは汚染されてしまった農家の皆さんの苦悩を聞いたり、あるいは実際に放射線量を家とか公園とかに行って測ったり、そういったことをしながら一緒に悩んで、そしてどうやっていったらいいんだろうか考えてきた、そんな震災原発事故後だったと思います。今は管理職？あ、もう後進を育てなきゃいけないんで、後進にチャンスがあればどんどん仕事を回していきます。ただまあみんなが困った時は代打俺ということで、まあやりますよ。はい、お任せください。やったことない仕事ないんじゃない？実は天気キャスターだけやったことないんですよ。じゃあ天気キャスターは代打俺できませんね。はい、でも教員免許持ってますから、もう天気図なんかね、低気圧がこう来て来て来てうまくできると思いますよ。でも私が伝えたら天気予報大外れしちゃったりして何をせんのよ。仕事の息抜きは？ブログを書くことですかね。どんなブログ書いているの？主に今はブラカメなどで取材に行った時のこぼれ話、どうしても放送には乗り切らない話が時間の制限上あるので、そういったことを取材させていただいた分、こちらでブログで情報を発信しようかなと思って主に書いています。ブログのタイトルなんで全部英語なの？ちょうど2000年前後ですかね、あの歌姫浜崎あゆみさんのファンになって、で浜崎あゆみさんは歌詞は日本語なんですけれども曲名だけ英語なんですよ。
それに合わせて浜崎あゆみさんいいなと思っていた時期だったんで、そこからついついタイトルだけ英語になりました。英語話せるの？ Well, I have a license to teach English to junior high and high school students, but I can speak English very little, so I didn't become an English teacher. Understand? ベテランアナウンサー徳光さん、これからどんな仕事がしたい？福島県の皆さんにとって役立つ情報、福島県の皆さんが知りたい情報を分かりやすく引き続き伝えていきたいと思います。まあ、私は管理職ですので、表に出る機会は少なくなっていって、だんだん後進の後輩のアナウンサーが伝えていく機会が多いと思います。それでも代打俺、私が出る出番があったら、千葉生まれ育ち23年、福島育ち32年、55歳、一人の子持ち、今一人暮らしの私だからこそ感じられる、あるいはそういった私だからこそのフィルターを通して言葉を選んで伝えていきたいなと思います。視聴者へのメッセージ、本当にこれまで32年余り、皆さんに育てていただきました。この後はやはり恩返しですので、この少子高齢化時代、まだ50代後半でも頑張れるという姿を仕事を通して見せていきつつ、でさらにまた皆さんにとって役立つ情報を伝えていきたいなと思います。引き続きどうか福島中央テレビ中テレの徳光をよろしくお願い申し上げます。3年ぶりぐらいですかね、踊ったんですけど、いやー、汗は出るし疲れるし衰えを感じましたね。やっぱり普段から練習しないとダメだなと思いましたけど、やっぱフラは楽しいですね。そろそろ復帰してもいいかもしれないな。辻フラスクールでは生徒募集中。